こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube の方をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、食事の場で男性が好印象をあげるにはどうしたらいいかというお話をさせていただきたいと思います。まずですね、お食事が来た時に、ね、店員さんがこう運んできてくれた時に、あなたはどうしますか？運んできた際にあなたはどういう行動をとりますか？はい、でどうすれば女性があなたに対して好感を持つかというと、それはおとりわけをしてあげることです。基本的に女性っていうのが女性の方がおとりわけをね、男性に対してしてあげることの方が多いんですね。なのでやってもらう、普段やらないことをやってくれる男性に対してすごくイメージが上がります。好印象になります。とっても優しいなって、普段いつもねやってあげる方なのにやってもらう立場になると気分が良くなるんですよね。そしてあなたがすごく優しい人だなって思ってもらうことができます。ちょっと苦手でもね、一生懸命やってくれる姿とか、その気持ちだけでも女性っていうのはすごくね嬉しく感じて好印象を持つので、ぜひお食事が来た際にはちょっと苦手でもね、女性に対しておとりわけをしてあげる心意気を見せてあげると、あなたのイメージがアップしますので、ぜひやってみてください。では今日はここまでになるんですが、YouTube のチャンネル登録の方と、あとメルマガの登録、説明欄に URL がありますので、こちらの方もよろしくお願いします。では今日はここまでになります。ありがとうございました。